古社人古墳、古社人古墳、古五歳古墳は、奈良県奈良市三笹町にある古墳。形状は、前方公園墳、先立列古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内町により、京城立立池上陵、先のただ波の池の絵の三笹、京城立立池上陵として、第十四代、中愛天皇皇后の神宮皇后の三笹に、 自上されている。全国では、第十二位の規模の古墳で、四世紀末、古墳時代中期初頭頃の築造と推定される。奈良盆地北部の先丘陵において、丘を切断して築造された、巨大前方公園墳である。御社人の古墳名は、かつて公園部墳町に存在した祠による。文献によれば、開栄二年、1849年に洞窟があった。 ことが知られる。現在は、宮内庁事情の神宮皇后寮として、同庁の管理下にあるが、2003年度、平成15年度に、紛糾素部で、発掘調査が実施されているほか、2008年、平成20年に、寮母では初めてとなる、学会立ち入り調査が実施されている。紛糾は、左右非対称の前方五円形で、前方部を南方に向ける。紛糾は、 公園部が四段畜成、前方部が三段畜成。噴球町は推定復元で二百六十七メートルを測るが、これは、先立て列古噴群中では最大規模で、全国では第十二位の規模になる。また首入れ部西側では作り出の存在が推定される。か噴球表面では吹石、羽岩、円筒、浅川形、壺形、縦型、家型。 二形波庭が検出されている。墳丘周囲には集合が巡らされているが、元来は集合を伴わず、現在見られるものは後世に形成されたものと推測される。主体部の埋葬施設に関しては、江戸時代の洞窟を記す資料により縦穴式石室内部に長持ち形石棺の仕様と見られている。この五社人古墳は、古墳時代中期初頭の四世紀末頃の築造と、 推定される。奈良盆地北部での巨大古墳としては、先良山古墳、伝飛バス姫命領、宝来山古墳、伝水人天皇陵、先石塚山古墳、聖武天皇陵に後続する築造順序に位置付けられる。特に御社人古墳の場合は、大和王県の大王母と目されるほか、作り出での祭祀、主に中期古墳で見られるの実施が、初期事例となりうる点が注目れる。 被送者は明らかでないが、前日のように現在は、宮内庁により、神宮皇后、第十四代、中愛天皇皇后の御捧ぎに事情されている。古墳の規模は次の通り、値は二0三年度、平成十五年度の宮内庁調査による、推定復元地。墳丘の一段目は、公園部の背面で途切れ、全集しない。かつては、墳に関して、 測量図より275メートルという数字が知られたが、区内庁の紛糾素部での調査に基づけば、蒸気の値に復元される。現在の紛糾周囲には、集合が巡らされているが、集合の存在が記されない、古文書が散見されることや、現状の形状から、元来は伴わなかったと推定される。この集合の形成を、 後世の文久の修領事の整備と推定する説もある。このように集合の存在が不確かである一方、墳糾周囲には築造時のものとみられる周二和体の存在が推定されている。また前方部の南側には自然丘陵が残り、本来は丘陵切断前の御社人古墳とこの丘陵が一続きの尾根を形成していたとする説もある。しかしく内調の調査では、 前方部との間がかなり広いことから否定的な見解が示されている。古社人古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では第14代中愛天皇皇后の神宮皇后の御捧ぎに事情している。神宮皇后の御捧ぎについて日本書記では教場たてれずと見える。また俗日本語記では図録調査により、 聖武天皇陵と神宮皇后陵との取り違いが判明したため、北側の三陵縦列北三陵を神宮皇后陵、南側の三陵、縦列南三陵を聖武天皇陵と改めたとみる。国史では、その他にも神宮陵に対する数多くの見識人が載せられている。演技式書量では、神宮陵は遠陵の京城縦列池上陵として記載され、長域は 東西二丁、南北二丁で、出後煙を毎年当てるとする。また、文英五年、1268年には、原稿に際して、三領師が派遣されたとも見える。その後、神宮皇后領の所在に関する書伝は再び、失われており、元六十年、1967年の元六、元無領の際には、先漁山古墳、 現在の飛ばす悲鳴の治療が神宮皇后寮に充てられ、御社人古墳は聖徳天皇寮に充てられていた。しかし、文久三年、1863年の文久の修寮に際して、大和国天下法理京北一条半殿図、京北半殿図や最大寺敷地小津の記述に基づき御社人古墳、改めて神宮皇后寮に事情され、 これが現在に踏襲されている。なお、常日の文久の治む量の際に地上変更が行われた関係で、神宮工業量、当時の先量産古墳に対して、延響に完成2年、1745から1790年に奉納された灯籠発揮が、地上変更後に先量産古墳から古社人古墳の廃所内へと移設され、現在に残っている。 区内庁事情の教場立て列池上寮の倍長。倍長は、校内、倍長1箇所、飛び地倍長4箇所、2号、6号、和号、2号の計5箇所。いずれも詳細は不明であるが、古墳であれば、倍長の初期事例の可能性が指摘される。所在地、交通アクセス、周辺、原点出店、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。